お花紙が一発で屏風折りにできる型紙の作り方です。コピー紙を2枚重ねて、お花紙と同じ大きさに切ります。切ったコピー紙を2枚重ねにしたまま屏風折りにします。今回は8等分の屏風折りにします。屏風折りができたら、折り山の間をセロテープで留めていきます。セロテープで留めた方を左側にして、一番手前の折り山が山折りになるように置きます。左利きの方は左右を反対にしてください。そして8折りの型紙だと分かるように書いて、右下のところを三角に切り落とし、めくりやすくしておきます。これを開いて、中心線から1センチくらい離れたところに線を引きます。この線に合わせてお花紙を置きます。型紙に挟んで折り縮め、はみ出たところを押さえて引き抜けば、あっという間に屏風折りの出来上がりです。この型紙で5枚ぐらいは折れますが、おすすめなのは2枚折りです。2枚重ねで折ったら、山折りが上に来るようにして引き抜きます。そしてこの山折りの部分をクリップで留めておきます。同じ方法で屏風折りをどんどん作ります。2枚重ねで作ったパーツをどんどん貼り合わせていけば、豪華なボタンの花の出来上がりです。8等分以外の型紙も作っておくと便利です。16折りは八つ折りをさらに半分に折っていけばできます。10折りと12折りは長さを測って10等分、12等分にして作ってください。一度作っておけば繰り返し使え、面倒な屏風折りが楽しくできるようになります。